皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットの下です、本日のテーマなんですけれども、こちらをやっていきたいと思います。ショートと、裏面の、連携についてやっていきたいと思います。これはペン粒の方とかですね、ペン粒で守ってて、チャンスが来たら裏面で打ちたいとか、そういった方に、見ていただきたいなと思います。しかしですね、これぶっちゃけむずいんで、スムーズに扱うっていうのはそこまで考えなくていいですね。守るときしっかり守って、打てるときにビシッとしっかり決めるっていう、それぐらいの考えでいいと思います。この動画を見ていただきたい方なんですけれども、先ほど言った粒高で守ってて、チャンスボールが来たときに裏面攻撃を取り入れたい方、次に、ペン粒じゃなくても、ショートと裏面打法を使い分けたい方で、あとはブロックですね。ブロックはこっちでやるけど、それ以外は攻めに行きたいよっていう、ブロックと攻撃を使い分けたい方、こういった意識の方に、ぜひご覧いただきたいと思います。この、技術っていうか、練習法なんですけれども、卓球チューブの応用で、オレンジボールと白ボールを使い分けて、やるっていう練習法を紹介したいと思います。それでは練習法をご覧ください。練習はいかがでしたでしょうか。これは基本的に、ある程度技術ができた方ですね。ショートもある程度ワンコースで続けられる、裏面もワンコースである程度続けられる、だけど試合でうまく使い分けがいかないっていう方に、ぜひご覧いただきたいなと思います。実際に私も練習で、たまに、遊びといっちゃなんですけども、裏面を張ってやることあるんですけれども、やっぱり裏面を張るとどうしても振った方がいいのかなと思って、振りに行くんですけれども、どうしてもプレーのバランスがちょっと悪くなっちゃう、あべこべになっちゃうんで、やっぱりこの判断、反射スピードを鍛える、この自分の中でのこれは表面、これは裏面っていう、判断基準を作る、練習法に、非常になっているので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。